さあさあ動画って言われて逆にネタになってるから、さあって言ってもあこれそういうネタなんだって思ってもらえるのが美味しいね。これはオシムリングネームわかんねえんだよなこれ。うん、これはあこれ両方とも同じやつだね。じゃあ次の呼び出しますよ。わかんねえ、オシムジャパンメリカとノーセンスくん、ノーセンスくん、さあオシムジャパン対するはこの色とこのあるかな。これはもしやアクトさんでは。さあ中段しっかり立って、あお姉ちゃん前提さん、前提さん次試合、次試合、わーっとうまい、しっかり欲張る、受け身を取るな相手にしっかりと、しかしここで最大ダメ、姫さん、姫さんスライム感マルテルン闇はめ、姫さんいる、しかしジャンプ、姫さんいますか、姫さん、あこれは美味しいが、ラウンドオシムジャパンリリカ取っていく、カウンターソニックヒット、ソニックしっかり読んで、ソニックジャンプシーから EF コンボ、しかしお姉ちゃん、さあこのつづねお姉ちゃん、今回はこの小岩大会なんとポストカードキャラにまで昇進しました。僕も欲しかったんですが、ここで勝った人バースト使わざるを得ない、アドバで押し返す、カウンターソニック、姉ガード総裁、あーとー EF から殺せなかった、これは痛い。さあこれノーセンス君がすかさずフォローする、おっとかかとスカルが、これは EF コンボから補正切りからセットプレー、1の3加速ホーミングで送る、一二の三、一二の三、ソニック一気に体力リード、これは大きい、しかしあこの守りのセットプレーは怖いものがあるぞ、まだ気は抜けない、じゃえじゃえ、コアスパー、しかしラーゲルさん、ケイちゃんさん、アストラさんは、席についてください、投げ、避けて、わからない、いやーここでジェノサイド引っ掛けて、オシムジャパンリリカの勝利ちょうどヤガ押してるこいつはい、じゃあ C 巨体席についたら始めちゃってください、あスタート欲しいですよ C 巨体。そして大将戦、こんなしさあ今度しことノーセンスくん、はい、それでは次の呼び出しします。わらさん、うろぶちげんさん、森高さん、やいばさん、対するこのエルザーは誰、ポンちゃん、あの人気生主の、あの逆根性値 84% マイナスの、あのクレハさん、最近生主クレハさんはすごい大人気だからね、この流行にみんな乗らないと。そう、竜巻カウンターヒット、普段はジオメンズとしてみんなでゾンビを飼っている中だが、アルカナハートでは敵同士しっかり画面を見て長弾を避けたが、これ調理ろマックスアンモあーっとここで風の
コンボ持ってって、おこむりょうからガードクラッシュ。ジャンイジャンビ引っかかってしまう。ジャンイいじめ、ジャンビ先端ヒット。ラウンド取っていくノーセンス君。スカベンジャープロからしゃがみに浮かしてペチペチ、おこむり、おっと読書、本を読んでいく。次々読んできますよ。まだ読書の秋には早いぞ。KJ さん、コーエンさん、トモノリさん、祝福の風、リンホースさん。じゃあ竜巻ヒットっと、しかし安い。じゃあクレノグラディウス、今一度切り払う。あっ落とす、コムリオも漏らす、ヒットする。これ逆根性値がまさか見れてしまうのか。見れてしまった。勝ったのはオシムジャパンノーセンスチーム。オシムノーセンス勝ちで、オシムノーセンス勝ち。ゲームオーバー。